皆さんこんにちは、リンクスのりょうです。これまでね、リンクスとして散々動画を上げてきたのですが、コメント欄で動画の画質が悪いだとか、手ぶれがひどいだとか、そういったね、コメントが多々見受けられまして、iPhone だったり、一眼レフなんかでね、いろいろと試行錯誤して撮ってきたのですが、これが必要だと、こちら買ってきました。GoPro Hero 8 本体だけじゃなくて、これはセットのボックスみたいになってます。本体だけのものも売っているんですけど、今回はボックスの方がお得だったのでボックスで購入しました。 GoPro をつけて持ち歩く、まあ、セルカ棒みたいなスティックですね、と頭につけて洞窟とか自転車とか乗りながら映像が撮れるヘッドバンドみたいなのと、予備のバッテリー、もともと本体にバッテリー一つ入ってるんですけれども、もう一つ予備のバッテリーが入ってます。マイクロ SD ちょっとちっちゃいんですけど、 SD カードも入ってます。本体だけだと5万ちょいぐらいで買えるんですけれども、こちらのセットだと6万円で買うことができます。初 GoPro です。今 iPhone で撮ってるんですけれども、このようにね、頭が切れてしまうんですね。 GoPro を使うと画角が狭いっていう心配がなくなります。旅行先なんかでもね、風景もきちんと写すことができるということで、進化を遂げるのではないでしょうか。中身の方を見ていきたいと思います。皆さんすごい紹介の仕方をしてるんですけど、今日はね、ありのままに紹介していきたいと思います。どうやって開けるんだこれ。あ、なるほど。GoPro の下にはこのように備品がたくさん入っております。サンディスクの 32GB の SD カードですね。こちら予備バッテリー、予備バッテリーもう1個2個入ってます。充電用の USB ケーブル、頭に装着するヘッドバンド、どうやってつけるんだろう。おーおーおー、ここにつけられるんですね。あ、すごい。 GoPro を持ち歩くスティックなんですけど、めちゃめちゃちっちゃいですね。手のひらサイズ、めっちゃちっちゃいコンパクトサイズです。短いですね。まあでもこれでいいのかな。広角だからこれで全部入るのかもしれないですね。ちょうど手の大きさです。付属品はこんな感じです。 GoPro のステッカーも入ってました。はい、ついに GoPro 本体にたどり着きました。今回から変わったところがいろいろあるそうで、このね、下に輪っかが2つついてるんですけど、この輪っかが今までなかったらしくて、今まではこういうね、下につけて全体を覆うカバーみたいなのを取り付けないと、このスティックとかが付けられなかったらしいんですよ。ヒーロー GoPro 8からはここにね、もう本体についてるので、このまんまこうやって装着することが可能になったみたいです。そのおかげでね、使いやすくなったみたいです。で、ここね、こっちが画面になってます。最初ステッカーがついてるので、これを外していきます。綺麗ですね。つくかわかんないんですけど、つけてみますか。ほ、つきませんつきませんつきませんでした。なんでちょっとぐらいね、ついてこちらにバッテリーがありましたね。バッテリー二つあるということは、中にバッテリーが入ってないということですね。大変お見苦しいところをお見せいたしました。あ、開いた。ここにバッテリーを入れるみたいです。防水っていうことで、ここのね、バッテリーのゴムの部分が頑丈になってます。ちょっと締めにくいな。電源つけてみます。改めて、スイッチオン。つかないんかい。電源こっちだ。こっちに電源ありましたね。お、ついた。早い。GoPro ってつきましたね。え、早い。一瞬で電源つきましたよ。もう一回電源落としてやってみます。一瞬でつく。起動早いです。もしかしたら携帯より早いかもしれない。指で操作することができます。日本語に設定しましょう。以前から海外旅行、国内旅行、iPhone だったら一眼レフで撮影してきたのですが、やはりね、画角の問題であったり、手ぶれの問題っていうところで、やっぱり壁にぶつかりまして、ここでこの GoPro Hero 8を買うこととなりました。で、私自身ね、GoPro を今まで所持したことがなかったので、GoPro 7が1個古い機種として、出ていたのですが、まあね、GoPro 初心者なんで7でもいいかなと思ってちょっと迷ったんですね。まあ、まず最初に、まあ、一番新しい機種ということで、その時の一番新しい機種を買うのがいいかなと思い、まずは
8を選びました。あとやっぱり7と8比較してみて、起動の速さだったり、この付属品がね別にケースをつける必要がないとか、ちょっとコンパクトになっているだとか、手ブレに関しても7より8の方が少し上回っているということで、ヒーロー8の方を私は買ってみました。まあ、初心者なら7でもいいっていうサイトをよく見かけたんですけれども、モチベーション的にもやっていこうかなという気持ちで8を買いました。7と8では1万円ぐらいの差です。私自身 GoPro 使ったことないんですけど、7と8を比較すると7の方が若干動きが鈍いらしくて、反応とか互換性が悪いっていう話を聞きました。8に変えた人の意見だと、タッチパネルの操作だったり携帯との互換性優れているということでした。はい、今新国立競技場の前の三井ガーデンホテルの前で撮影しております。夜のね GoPro の撮影はこんな感じです。結構広角になってます。今部屋の中で10分ぐらい撮影したんですけど、なんとね充電も 68% っていうことで、 GoPro やっぱり1回の充電で1時間ぐらいしか持たないみたいですね。なのでまあバッテリー2つは必須、旅行先とかでは必須だと思います。画角は結構広い、これよりもっと広角にすることもできるみたいです。後ろ本日ね大学選手権ラグビーかなの決勝をやるみたいで、チケットの販売率ものすごいことになってます。皆さん張り切って並んでおります。次回からはこちらで撮影していきたいと思います。リンクスのりょうでした。バイバイ。